ました。きちんとした挨拶を昨日一生懸命考えてきたんですけど、今全部飛んでしまいまして、パンフレットをもらっていただいたと思うので、ぜひ目を通していただきたいと思います。今日は普通のチャレンジなんですけど、ぜひ皆様に手ぶらで帰ることがないように、たくさんの賞をご用意いたしましたので、あと、なんと15ポンドのニルバーナのボールもですね、一つ提供いただきまして、当たるので、ぜひ皆さん楽しみに、楽しんで帰ってきていただきたいと思います。動物愛護につきましては、ちょっと暗い話になっちゃうんですけど、毎日ペットショップで売れ残った犬猫や、捨てられた犬猫が殺されているので、これから犬猫を家族に迎えたいという方は、ぜひ、里親になったりっていう選択があるということを知ってもらえたらと思います。そんな感じです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。関西からやってきました47期生の浦あさみです。今日もよろしくお願いします。今日は動物愛護活動ということで、ボーリング大会を美穂さんと美香さんと一緒に投げさせていただいていくんですが、ちょっと緊張しています。久しぶりに。そうですね、私もいろいろ活動させてもらってるんですが、まだまだ愛護の何て言うか現状というか、まだまだ知れてないところたくさんあるんですが、いつも美穂さんにいろいろ教えてもらったりして、こういう現実があるんやなと思いながら、それを皆様に伝えていって、少しでもいい風に、そうですね、殺処分とかなくなるようになればいいなと思ってます。今回の大会で皆様に、それを知ってもらえたら、いいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。皆様おはようございます。朝早くからありがとうございます。千葉県にあります北ファネボールから来ました田中美香と申します。ですね、2人ほどあまり活動という活動はしてないんですが、自分家でも犬を2匹引き取りまして、今一緒に過ごしています。そうですね、大体4歳、5歳ぐらいの犬猫が保健所にとかですね、預けられたりすることが多いので、その頃の子たちでしたら皆さんと一緒にすぐに仲良くなると思いますので、もし一緒に過ごしたいなと思ったら、ペットショップではなく保健所または保護施設の方にですね、行っていただけたらなと思います。今日は、打てる気は全くしないんですけど、皆様と楽しく投げられたらいいなと思います。よろしくお願いします。